最新トレンドをコンパクトにチェック、トレンドキーワードです。トカンごっこが流行、話題の制服レンタルチョアを紹介します。トカンごっこっていう言葉を私は知らなかったです。コロナ禍で海外旅行ができなくなって、韓国に行きたいんだけど行けないっていう層が手近に韓国を再現してそこで遊ぶ、ラフォーレ原宿の行列スポットになってるらしくてですね、BTS だったり TWICE とかが学生時代に着ていた制服とかが置かれていて、それをレンタルで着用して写真を撮ったりして楽しむっていう遊び方ができるスポットですね。2時間半で3500円で、学生は1000円引きっていう感じですね。これで写真撮ってインスタとかにアップするんですかね、韓国式のプリクラ機っていうのが置かれていて、日本のプリクラとは一線を画すらしいんですよ。逆に盛らないっていうのが韓国式らしい。韓国メイクとかってすごく濃く味付けをするので、逆に盛らないぐらいがちょうどいいっていう。じゃあ撮る時にもうすでに韓国メイク広がりそうですよね。そろそろ海外旅行も行けるようになりそうな気はしなくはないですが、まあでも手軽な遊び方として根付いていくんじゃないのかなとは思いますね。